はい、皆さん、こんにちは。ハミツアップスターズ、ターズの孫蔵です。そして、長坂です。孫。孫です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、今日はアトランティス中心がおめでとうございます。おめでとうございます。ということで。いや、ついにだ。はい。はい、ついにだ。砲撃型ですね。はい。はい、そして、ステータスいいですね、これね。いやー、砲撃型じゃないっすよ、もう、これ。そうですね。まあ、ちょっとスピードはね、遅めですけどね。あの、攻撃力は、うん、低くないということで。はい、ね、はい。はい。超アンチダメージボール、ロボットキラー、非属性耐性。で、アンチブロックに状態上回復となっております。うん。うん、まあ、まあ、一旦ね、最初に思いつくのは、アシュラということで。は、う、い、ん。うんうんうん。まあ、最初からね、このアシュラ、キラー、そして生まれてきたような感じはありましたから。あ、そうだね。はい。確かに。まあ、でもそこからなんか情報修正とかもありまして、あの4ターン SS が結構特徴的な4ターンメテオが、うん、はい、キャラとなっているんですが、そちらも、引き継いでいます。4+24、素晴らしい。で、24の方の SS ね、凄まじく強いということなので、通過がね、はい、今回そちら打ちに行きたいですね。打ちましょう。はい、そして見逃せないのが友情コンボ超強トライパルスと超評価包囲型。おい、はい、だいぶいいのもらったね。めちゃくちゃいいのもらったよ。いいった、これすごいよ。超評価っつうのがいいね、うん、超強じゃなくてね。そう、はい、あまりにも強い。はい、ということで、はい、足やっていきましょう。はい、今回ね、はい、運棒出るまで、はい、そう、一回リタイアマラソンしたいな。はい、小川さんが、うん、ぜひしたい。一発で出ろ、一発で出ろ、キャリーン。おー、出た。すげえ、やばくない？やっと。それやばいっすよ。じゃあまず友情見ていきます。まあ4ターン縮まった。まあ実質みんな即必殺みたいな。あれ、即必殺 M みたいな。運動弱くね。いや、こいつに限っちゃ弱いね。1段階目4ターンだもん。そうそう、4ターン、ケツが20だから、あれ、まあ短くなっても4ターンっていう。でもさっきアシュラやった感じたまるよ、この4ターンで。ほんと？そう、うん。この4が大事。この4が大事。これが、ほら、速殺、特急ついてるよ、速殺特急。あ、もうそれたまる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 。どういうこと？あまりにも、圧倒しなければ大丈夫。いやー、トライブパルスも強いし、超評価もやっぱり強い。超評価いいよな。アンチブロック。アンチブロックがいいっすね。素晴らしいですね。あーちょ、強い強い強い。強い強い強い。いや、マジ、この攻撃力で超ダメをついてるのも偉すぎる。ゆっくり、あら。あーらら。なんかさ、一段階も見たいな。なんでこんな友情強いのにゆっくりついてんの、こいつ。トゥーフォールだからです。そういうこと？まあでも一旦普通にやっちゃう。実質トゥーフォールは一旦普通やっちゃう。うん。まあ SS でね、もう一個のステージで一段階目ぶちかましまくってもいいですし。ああ、なるほど、うん。ね、実質アンチ魔法陣だから。そう。その通り。4ターンをね。次はね、まあ、発射31をやろうと思っております。はい。いや、快適だね、やっぱ。で、なんか、同じ枠だったら、茨城アルファとも組み合わせできるっていう。ブロック。次、ボスっすよ。そう。常に 1.5 倍の超強トライパルス出せるから。3万。キラー乗ったトライパルスね。そうだな。ロボットキラーの乗ったトライパルスのような。ちょっと打ちたくなっちゃったな。そう、あれを常に出せるのがいいな。ちょっと打ちたくなっちゃったから打っていいですか。いいっすよ。3回目。念のためね。念のためね。うん。はい。ああ。うん。まあまあ、まあ、これ簡単になれるっていうのが偉い。まあ、そしてあと、おまけとしても追撃強いっすよね。だって普通の人4ターン、普通の人貫通化し、貫通タイプの人たちは貫通化してもメテオ落ちてこないから別に。まあ、わかる？言いたいこと。わかるわかるわかるよ。貫通化するわかるよ。普通に貫通タイプの人たちは貫通してんだよ、頑張って。だから得だよね、得。うん。となぜか、メテオ落とす。ちょっと、ため気味っていうかね。
うまっ。あ、やりすぎた。止まる、止まる、止まる。止まりますね、そこです。大丈夫、アシュラボス長いから。4ゲージ。4ゲージある。あ、これ俺また撃っちゃう。みんなに近づきたい。みんなに一回撃ってるからね。もう一回撃ってたら一貫性大事だから。打ち上がりっすね。あ、みんなに近づきたかったのに。まあ、近づいたか。まあいいんじゃないですか、アンチブロックなんで動きやすいっすよ、ここ。うんうん。よし。状態異常回復もできるし、こうスピードダウンされても。そうだね。それがいいね。友情ロックにも対応していると。余裕ですよ。隙なし。うん。ああ。お、回復した。おいすげえ。ああ。いいですね。ああ。危ねえ。最近ちょっと俺ゲージが緩いんですよね。なんでですかね。まあ、ミヤボーのアリアを終わらせることができなかった俺のゲージがショットのせいで。そうなんだ。俺完全に忘れてたわ。そう。そんなこともあったな。いや、追撃結構出るな。出るよね、一段階目にしては。うん。あ、ゆっくり出ちゃってるー、 4B ゆっくり侍。おお。シールドに半分いった。ちょっと座れた。もうあのシールドも破壊できそうな勢い。勢いだけはね。よっ、はい、状態上回復。みんなこれ溜まったね。溜まった溜まった。今ちょっと良きタイミングで打ちます。さすがにね。そうだね、これちょっとラスゲでみたいな。ラスゲでメテオミネルマにやりそうだから。なんなら馬場さんと俺も打てるから、次確かに俺か馬場さん打ちましょうよ。ああ、いいよ。ゲージが緩い。ナイス。じゃあタワーさん馬場さんのスライクショット2段階目。スピードダウンしてないっすよ。打たせて参る。じゃあ行きますか。いいポジション、いいポジション。じゃあ横下がりでいくか。下がりでいっちゃいます。それもいいっすよ、友情必要見とって。あ、友情、ただ、じゃあ、どっちか。ちょっと行きます。いいっすよ。これってもいいっすね。スピードが7だ。あ、早い早い早い。早いじゃん。え、ちょっと。次よ。オーマイグッネス。いやいや、これミヤボー盾で終わりじゃね。メテオ見れないじゃん。いや、さすがにね。さすがに、やっぱ、ゲージ緩い、大河桜井さんに打ってもらいたいんでね。ああ、あれはこれ。原則ね、原則を。そんなもんかって。ああ、ほんまだ、まだ、まだある。まだある。それよりね。いや、これやっちゃうんじゃないの？いいっすか、じゃあ。ダウンするじゃん、そんなんだって。ダウンしてるとはいえ、ああ、これ。さらけ出してしまったね。ゲージ外せば、これ緩い方がいい。ああ、おお。あ、平尾絶対ね。いや、強いわ。超ダメよ。強。ダウンしてこれやん。アシュラ終了のお知らせじゃん。いいじゃん。もう一回いきましょう。はい、じゃあもう一回いきましょう。はい、じゃあお次は覇者の塔の31回行ってみたいと思います。はい、いいよ。はい、またアシュラを見ることになるというね。いいよ。まあちょっと代表格なんでね。そうね。まあ一周目はね、SS 打てないから、魔法陣食らっちゃう可能性が高い。運強ボーナス出せばいいんですよ。はい、あ、出ない。出ないわ。まあ一周目だけ耐えれば。ならんす、ならんす。まあこいつら普通にロボットだから食らうか。え？あ、やばいわ。あ、やばいわ。これ、終わらすわ。これ、ちょっと待って、これもう、もはや、関係ないのでは。ちょっと待って、どうしよう。これ、ひよこになっちゃうと、馬場さん2周つまんないですよ。まあ、そうか。ああ、それ大人ですね。ちょっと寄せて、みたいな。馬場さん大人だな、やっぱり。僕、速殺1球ついてるんで、特急ついてるんで。いいの、すいません。いや、これ、あ、これ、甘いぞ。
あーこれやってるなこれこれ楽しすぎるだろここ。これやばいね、トライブパルスがもうやばいことになってるの。2点で終わり、終わり、2点で格殺だね。だからなんか1点でほぼほぼ終わってるよね。ほぼほぼ終わってるから紋章いけば 100% いくんじゃないの。1点でおかしいでしょこれ。やっちゃってますね、これやっちゃってんな。これやば、やばくない、これちょっと待って。パーフェクトゲームじゃん。1段階目のメテオが結構出ますよね、はい、ね、見た感じ30万ぐらい出てるっぽくて、えぐくない ?4 ターンで30万って。だからつまり攻撃力30万だよこの人。いなりの SS よりさすが弱点無視。いなりはちょっと本当に弱点考えなかったら、だから雑魚処理とか本当にすごいですよね。攻撃力だから30万で殴ってるみたいな。もともとね攻撃力高いからね。あ、あ、貫通になれる、便利便利便利、届いて、あ、届かねえなこれ、届かなそう。あ、でもこれがね、あ、強っ、え、強っ。わかりやすいね今の4ターン目てよ。1回通っただけで80万出すやつでしょ。1回分かれてるけどね。攻撃力80万だからね、攻撃力80万強いな。すごす、逆にまっすぐ行ってみます、また。うん、逆にね、剣まっすぐ、え、強っ。ああ、惜しい。もう4ターンの SS じゃねえだろう。ねえ、殴りで今100万ぐらい出して、あのドゴーンで60万ぐらい出たよね。あ、ゆっくり来ちゃった。ああ、消えちゃうわこいつ。便利すぎでしょ。ああ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 。なんか上のやつに160万出てる。なんかいろいろおかしいな。いろいろおかしいですね。じゃあ出していただきます。あ、ちょっとゲージ飛んでもトライパルスで。やば。強。楽しい。待って、届いて。届いて。おお、届いた、届いた。あ、届かなかった。あ、もうボス目は入ってない。そこでギリギリ止まった。サクサクすぎるな。え、いい友情出して。いいよ。ここさすがに一番強いまであるな。ねえ、まあ今まで言うても、ラプンツェルとかでも超ラ、まあ、ラプもだいぶ強かったっすけど。感じだったけど、こいつなんか、ちょっと違う、また違う方向性で強いな。うん、やっぱ、雑魚処理はこっちの方が優秀だから。うん。これはさすがにロボット終了のお知らせってことでいいっすか。そうだね、これは、そうだね、っていうかやっぱキラーがあの無印じゃないですか、うん、それもあってなんか全然そのキラーに割を持ってかれてないんですよねこのキャラ、うん、まあ、確かにそのロボ以外のところでも使っていけるよね。うん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 、あーなるほど、うわー強いわー。まあ、ゆっくりひどいですね。終了のお知らせ来たなこれ。はい、いやーやっぱフラパの重心化ですね。フラパ重心化って感じがすごい。まあ、これは。結局、重心化、最近のやつ強いわ。ですね。これは結構な出番があるんじゃないですかね。そうね。中でも。強いと言われる中でも、うん、一握りの強さ。これがアトランティス。一握りが持つ力を持った。はい。はい。いや、これはちょっと俺も想像以上に強かったわ。いや、使いやすいからいいっすね、こいつ。うん、そうだね。うん、4ターン SS 貫通になれるのが結構偉いわ、なんか。偉い。はい。ということで、アトランティスかなり強くなって帰ってきたので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。